アルハンゲリスク州における1メテオマイナス3衛星を打ち上げるサイクロンマイナス3ロケットマーニーの近くの軌道観測施設プレセツク宇宙基地はロシアのアルハンゲリスク州にあるロケット発射場である。モスクワの北およそ 800km 州とアルハンゲリスクの南にある。プレセツク宇宙基地は当初大陸間弾道ミサイルの発射場として旧ソ連によって開発された。 建設は1957年に始まり、1959年12月に R-7 ロケットの発射から供用開始された。アルハンゲリスクのプレセツクには鉄道駅があり、ミサイル構成要素の輸送にとって不可欠だった。基地施設のためにミルニーという名の町が作られた。ソビエト連邦の崩壊後は極端に減ったもの、1997年までに、 他の発射場に並ぶものがない1500発以上のロケットが打ち上げられた。プレセツク宇宙基地の存在は当初秘密にされていたが、英国の物理学教師ジェフリー・ペリーと彼の学生によって発見された。1966年にコスモス112号衛星の軌道を慎重に分析して、それがバイコヌール宇宙基地から発射されたものではないと推論した結果である。 冷戦終結後、CIA が1950年代後期には、プレセツクに ICBM 発射サイトが存在すると疑っていたことが明らかになった。旧ソ連は1983年までプレセツク宇宙基地の存在を公式には認めなかった。大河、または北方松の森の平らな地形に位置するプレセツクは、残骸を落とす範囲が主に無人の北極と極地の 地形である北に開けているため、モルニア軌道や国軌道のような高い傾斜角の軌道に投入される軍事衛星打ち上げのために特に使われる。プレセツクの高緯度の位置と役割は、カリフォルニア州にある米空軍のバンデンバーグ空軍基地に相当するものである。ソ連崩壊によってカザフスタンが独立し、領土外となったバイコヌール宇宙基地を運用することは、ロシアにとって、 安全保障と警備上の支障となり、また、バイコヌールの継続的な使用には使用量が要求されていることから、プレセツク宇宙基地の利用は将来的に増加すると見込まれている。他方で、北緯28度にあるケネディ宇宙センターや北緯5度のフランス領、ギアナクールにある欧州宇宙機関のギアナ宇宙センターと比較した場合明らかであるが、プレセツクが高緯度に位置することは、 低い傾斜角、または静止軌道に乗せる衛星の打ち上げに理想的とは言えない。それにもかかわらず、新しいすべてのロシア製アンガラロケットは、供用開始の段階では主にプレセツクから発射されるように計画されている。現在、ソユーズ、ロコットとアンガラがプレセツク宇宙基地から発射されている。重いプロトンロケットとゼニットロケットは、バイコヌールからしか発射できない。 2007年5月と12月、ロシアのミサイル軍の主体である旧式化した UR-100N を置き換える RS-24 ミサイルの発射実験が、2018年には R-36 を置き換える RS-28 ミサイルの発射実験が当地で行われた。2012年5月17日、プレセツク宇宙基地からの最後のソユーズ U ロケットが打ち上げられた。 この射点からのソユーズ U ロケットの打ち上げは、1973年5月18日から開始され、計4 3 4機打ち上げられた。ソユーズ U は今後、ソユーズに及び、アンガラ A3 ロケットに切り替えられる予定。なお、ロシアは、バイコヌール宇宙基地の代替として、極東アムール州に、ボストチヌイ宇宙基地を2010年より建設しており、 2016年には初の打ち上げを実施した。プレセツク宇宙基地はミールヌイ町にある。ミールヌイ町は軍事施設である当基地を含んでいることから1966年に閉鎖都市に指定され原則として地元住民以外は訪問できない。さらに9キロメートル離れたところに都市型集落であるプレセツク町がある。最寄りの空港はプレスツイ空港。 最寄りの鉄道駅は、ゴーザカイア駅である。ロシアテスト、ローンチズニューインターコンチバリスティックミサイル。foxnews.com。オリジナルの2012年5月27日時点における、アーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ UOB4。ロシア、新型ミサイル実験成功マイ MD に対抗意識。MSN3K ニュース。 オリジナルの2007年12月29日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20071229145626/http:/sankei.jpmsn.com ワールドヨーロッパ071226 e-hawp0712262010004n1htmhat ロシアが b m D に対抗相次いでミサイル実験実施。朝鮮日報。オリジナルの2013年9月28日時点におけるアーカイブ。h t t p ススララッッシシュュアーカットイズ i ラッシュ w p q l r h a t ロシア新型 ICBM 発射実験の映像公開。 CNN 2018年4月1日閲覧。ロシアホールズソユーズユーロオンチプログラム。RIA のオーボスチ。h t t p e n r i a n r u ロシア /.20120517/.173517900.html2012 年6月3日閲覧。 サイモン・サラジオン、プーチン・サインズ、オフ・オン・ニュー・コスメデローム。スペース・ドット・コム。httpww.space.com、ニュース、071121ニュー・ロシアン・コスメデローム。html ・ハット・ボリス・イエフ・セイア・ビッチ・チャートック。ロケッツ・アンド・ピープル・クリエイティング・エロケット・インダストリー・ガバメント・プリンティング・オフィス・ピアニッシモ。 六百三十六から六百四十 a z h 運動へ ISBN 九兆七千八百一億六千七十六万六千七百二十五 HTTP コロンスラッシュスラッシュ www.nasha.go.v/pdf/ スラッシュスラッシュ六三五九六三 MAI 六活 p e o p l e w o r e-book PDF 名張事態には。 過酸化水素を分解する触媒としての働きはないものの、鉛の酸化物は強力な触媒として作用する。ありがとうございます。